Hey everyone, 元気ですか？この懐かしい光景、風景、9時10分なんですけど、8時半頃からいます。今日は池の手伝いとかで来て、早めに来てるんですけど、書いたんだけど、今日は2個飲んできたかな。お腹痛くなるって書いてあったから。まあ、みんなが会場に入れるみたいです。多分今からいろんな話、バッジをもらったり、今中で選手たちが多分忙しいから、僕がやることは今まずないので、車の中でちょっと昼寝しました。この天気最高ですね。なんか秋、はあ、天気はどうでもいいか、中に入ってみよう。チャンピオン青山さん、タスクさんもいる。久しぶり。お久しぶりです。池はどうでも。あ、やばい。ヒロポン。覚えてた。合格した。よかった。ヒロポンさんもいますよ。バナナたち。いいね。みんなね、ここで食べたり、彩ったり。今ドリンク飲んでるけど、今ちょっと汚く見えるかもしれないけど、最後にはね、最高になるから。たくみどう。調子悪いです。どうすか。どうでしょうね。頑張ります。あみなさん。でかい。でっかい。うー、でっけ。これでいるのか。一言。頑張ります。ちょっとここ出してくれないし。フレイズみたいに。結構やばいな。もうそろそろノービスのジークなので、バックステージへ向かいましょう。22番大本11号さん、63番山本浩一さん、64番上田昇さん。翔さん久しぶり。おい。見られかな。美味しそうですね。タスクちゃん。やば。40番。ミスター腹筋。去年のチャンピオン。Oh yeah。調子どう。いい感じ。それでは本番ですね。45番入ってください。スペースバック。はい、25番、54番と34番の間に、52番もその間に。60番、池祐希。背中いいね。ベースフロン。60番。60番。60番。
ペースト、ポイント制を導入しております。年間8試合、一番上位の選手にナショナルフィジークコミュニティ NDC、アマチュアコンテストに72番橋本良彦、ベテランナンバー73番アザミリュウキ、ゼッケンナンバー74番カナダタスク、ゼッケンナンバー51番中島慎太郎、一段落して今から食べ物探し。ああ、かなぎさん応援してます。大阪から来た。はい。ダッペじゃないや、なんだっけ。応援します。なんだっけ大阪弁。大阪でなんか。僕大阪なんですけど学生なんで、地元富山なんですよ。何全然大阪じゃない。今あと一段落してモンスター。そしてチキンと。これ2個、これはあんまり良くないんですけど、今日正直カロリーをどんどん積み重なっていかないと死ぬから食べます。楽しんでますか？楽しんでるけど、なかなかいい結果が残せないですね。いや、そう言わずに。タスクさん、こんにちは。今日は、はい、トレーニングやらないですね、たまちゃん。今日はやりたいですけどね、ただトリムタンがあるからね。そうなんです、キャッキャしちゃってるんで。多分本当は池くんたちとショルダーデーだったんですけど。怒られちゃう。マジですか？怒られちゃう。チャンピオン、頑張ります。髪バッサリいきました。11月も、うん、シュンさんと戦えるように頑張ります。いやいや、今ファイナルっていうの何だったっけ。ファイナル、決勝です。決勝、今決勝に向かってるんですけど、今日のがこんな感じで、僕がちょっと手伝いしたり、お客さんの方から見たりみたいな動画になってます。池がね、すごく調子良くて、なんかね、背中、特に背中のポーズがね、やばい、ね、いい感じで、まあ期待してます。ザミさん、もういつも通りのバスケラリティと絞りで仕上がりやばいです。続きまして、ゼッケンナンバー38番、畑山
ッション。キックボクシングで使った力強さが自信を持ち、フレーズオープンのリベンジのためにこのビッグザクラシックにチャレンジ。みんな経験 してるっていうか、みんなそれってか、そうですね、ある程度のベースがつかないじゃないですか。そうそうそう、結局それベースが上がればいろんな種目の上がってくるじゃないですか。そうですね、回数もやろうと思ったらできるし、縮める力をつけるために重いにやったほうがいい。例えばこれでやっていき、これはこれを30キロまでイメージできるわけ。やった いえ、普通のポーズ、普通のポーズ。フィジークカテゴリーの配置で、メンズフィジーク、こちらもかなりレベルが上がってきまして、メンズフィジーク、身長でのカテゴリー分けが行われます。ですから身長の高い低いに伴って、全て、カテゴリーではい、ではお願いします。ターンライン、ターンライン、スイムスーツ、このトランクスのセンスというのも非常にマッチングされなきゃいけないですね。髪型、それから肌の色、それからサーフトランクス、これらが全てマッチした一番ビーチでかっこいい、こういった選手が優勝すべき選手だというふうに世界では認知をされています。ですから皆さんもそこら辺にもう一度目を配って、一番かっこいい男をぜひ皆さんの方でチョイスしてみてください。とにかく命、腹から声を出せ、応援してくれ、頑張ります。Okay, relax. Lap two. Strike. Okay, relax. Can I have number 99 and one? Okay, relax. Please. Alright, relax. Let's spread. JK number 34番、武藤。どうだ、それではメンズアスリートモデル第2位の発表です。ゼッケンナンバー37番、秋山翔太。従いまして優勝はゼッケンナンバー32番、ゼッケンナンバー25番、北山浩一。従いまして優勝は真名子慎太郎。ゼッケン52番、メンズフィジークノービスプラス175センチ第2位の発表です。第2位、ゼッケンナンバー56番、若杉栄。いけー、ゼッケンナンバー60番、池祐希。
ました池江選手には聞かれます。第4位ゼッケンナンバー74番鎌田タスク。ゼッケンナンバー69番遠藤正樹。やっぱりなんださあ激戦のメンズビジークマイナス170センチ未満野沢翔選手か阿佐美優希選手か。それでは発表しましょう。第2位ゼッケンナンバー703番阿佐美優希優勝は阿佐美優希。第3位ゼッケンナンバー77番角田さんにこれで勝ったらメンズフィジークマイナス175センチ。第2位の発表。第2位ゼッケンナンバー52番マナオ慎太郎。従いまして優勝は84番青山隼人。優勝するのは北井選手はカーマイケルリーカ。それでは第2位の発表です。第2位ゼッケン番号100番北井大吾。従いまして優勝は101番カーマイケルリーカルオーソリティウェアグランプリシーズリーフ佐々木クラッシュボディービルディングオーバーオールチャンピオンの発表です。皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。オーバーオールチャンピオン全権ナンバー101番カーマイケルリー。優勝しましたカーマイオリジナル銅像が贈られます。すごいわけです。こういった皆さん、この2人に大きな拍手を。優勝おめでとう。Oh yeah! Oh yeah! やりましたよ、やりました。お疲れ。来年絶対来年に出ます。この映像が証拠に残ってるよ。来年絶対でかくなります。 All right! いいね、いいね、いいね。かけるもマジックちょっとめちゃくちゃ悔しかったんで、前回勝った相手に負けたんで、ちょっとこれをバネに頑張ります。 OK もう証拠が残ってるっていうか、もうみんな、ね、すごい追い込んでるからね。これからが期待です。ショータ2位。あ、ショータ2位おめでとう。無事なんとか、うん、いいですね。みんな持ってる、みんな持ってる。あ、俺みんな持ってる。あのもう一個の方でもすごいね。ポージング分かったしね、シルエットも超綺麗だったから、それが評価されましたね。All right。はい、チーズ。変な感じだったけどね。ありがとうございます。頑張って。超有名人だぞ。いや、そんなことないですよ。Hey everyone、今現在10月の17日なんですけど、大会から2日経ってしまいましたね。その大会当日に
電池がカメラの電池がだんだんやばくなってきて撮れなかったとこちょっと節約しようとして撮らなかったとこも多いんですけど、まあ、途中で電池切れになってしまいましたね。まあ、この映像には見せなかったんですけど、もう本当にたくさんのカネキンチャンネル視聴者とお話できたり、結構その日は、まあ、池の手伝いもやったりしてたので、あんまり、まあ、皆さんと話しする時間がなくて、でも本当になんか僕に会いに来てくれた方々とか本当にありがとうございます。もうビーフササキクラシック去年よりも、まあ、去年も盛り上がったんですけど、去年以上にすごい盛り上がりで、その、まあ、オールジャパンがすごく楽しみです。そうですね、まあ、まず優勝した皆さんおめでとうございます。僕もちょっと負けないようにもう最後まで、まあ、頑張っていきます。僕が通っているジム、まあ、地元のその柏のジムとかで一緒にトレーニングしている、人たちも何人か大会出たんですけどね、まあ、いい結果が出た人もいればちょっと残念な結果の人もいました。ただなんて言うんだろう、やっぱりそういう挑戦したことはすごいことだと思うし、自分ができることを全てやりきった人たちはもうみんな勝者です。ステージに立つ上ではやっぱりどうしてもこうやって、まあ、比較される場だから、まあ、こうやって順位がつけられるんですけど、自分ができることを全てやった人は悔いが ないと思います。ただね、やっぱり毎回思うんですけど、ステージはやっぱり、まあ、やっぱり競技っていうことで、まあ、ジャッジはやっぱりそのもうパフォーマンス、そしてコンディショニング、ね、そのバランスとかそういうものを見て判断するから、やっぱりステージ初以上ではね、しっかり体を作り上げて僕も戦いたいと思います。皆さん、今日の動画を最後まで見てくれてありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。Work hard, see results. Thanks for watching, and I'll see you again soon.